皆さん、こんにちは。福井県怪談話へようこそ。今回は福井県のとある不気味な場所、北陸トンネルに迫ります。恐怖に包まれた心霊スポットとして有名なこの場所には、列車事故の犠牲者たちが未ださまよっていると言われています。果たしてその真相とは。怖い話が好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をお忘れなく。それでは一緒に恐怖の扉を開けましょう。北陸トンネルで囁かれる恐怖、実は怪談スタートです。北陸トンネル、その名を聞けば地元の人々は皆声を潜める。深く暗い山々を貫くそのトンネルは、かつて起きた列車事故の現場であり、今では心霊スポットとして知られている。噂によれば、夜になるとトンネル内に冷たい霧が漂い、見えない何者かが足元をすれ違うという。そしてその瞬間、背後からゾッとするほど冷たい視線を感じるのだ。何十年も前、列車が制御を失いトンネル内で脱線、乗客を次々と飲み込んだ。鉄と血が入り混じる阿鼻叫喚の中、多くの命が消え、その魂は成仏することなくうろつい続けているとされた。鉄道会社は事故の残骸を早急に処理し、平穏を取り戻そうとしたが、トンネルでは作業員たちが次々と奇怪な現象に巻き込まれた。ある夜、トンネルの補修作業中、一人の作業員が突然姿を消した。彼の工具が床に叩きつけられる音だけが響き渡り、仲間たちは慌てて捜索を始めた。しかし闇が彼らを包み、どこにもその姿はなかった。焦りと恐怖が広がる中、作業員たちは次々と不可解な体験をする。背後から冷たい手に触れられる感触、暗闇から聞こえる低い声、誰か俺たちを見ている、幽霊の目撃情報が広がり、この不気味な現象を解決するため、悪魔ハンターのノン、霊媒師のリ、魔術師の空の3人が現地に呼ばれた。恐怖と未知が交差するトンネルに3人の足音が近づく。トンネルの入り口に立つノン、リー、空の3人はその異様な雰囲気に包まれた。夕闇が迫る空は鉛色に染まり、足を踏み入れた瞬間、世界そのものが変わったかのようだった。風が止み、誰も発していない低いうめき声が遠くから響いてくる。空気がおかしいわ。リーは目を細め、トンネルの中を覗き込む。彼女のローブがかすかに震えていた。何かがここに囚われている。強い怨念があちこちから感じられる。怨念が溜まっているな。長い間解消されずに固まってやがる。空は魔法の書を広げ、指輪が輝きを放つ。列車事故の霊か、それとも。ノンは剣の柄を握りしめ、暗闇に目を凝らした。もっと深い何かがいるのかもしれない。3人は足を踏み出し、冷たい湿気の漂うトンネルの奥へ進んでいく。一歩ごとに足音が異様に大きく響き、まるで背後から見つめられているかのような気配を感じた。今何かが後ろにいた。空が立ち止まり振り返るが、背後には誰もいない。ただトンネルの奥からかすかなざわめきが聞こえる。行こう。ノンが短く言い、剣を抜いてさらに奥へ進む。突然リーが足を止めた。待って、ここで誰かが苦しんでいる。3人の間に緊張が走る。彼女は手を合わせ、静かに霊の声を聞こうと集中する。その瞬間、トンネルの壁からぼんやりと白い影が浮かび上がる。かすかに光を帯びたその影は、列車事故で命を落とした人々の怨霊だ。普通に歪んだ顔、憎悪と絶望が渦巻く目、彼らは解放を求めている。何かが彼らを縛り続けているんだ。リーの声は震えていた。これがただの事故の例なら、ここまで怨念が強いのはおかしい。もっと強大な力が絡んでいる。
空は魔法陣を描きながらつぶやいた。陰陽はただの障害だ。本当の敵はもっと奥にいる。先を急ごう。ノンは剣を構え、前進する。リーが急に立ち止まり、身をかがめる。ここに囚われた魂たちがいる。彼らの苦しみは計り知れない。言葉と同時に、周囲の温度が急激に下がった。霧が濃くなり、視界が歪む。空気は重く、霊気が肌を刺す。リーが目を閉じ、手をかざすと、霊の波動が伝わる。苦しい。痛い。助けて、彼らの声が聞こえるわ。霧の中から動く影が見えた。冷たい空気が重くなり、生き物の息遣いのような音が響く。亡霊たちの姿がゆっくりと浮かび上がった。事故当時の無残な姿そのままに、無言で三人を見つめている。彼らは事故で命を落とした人々。まだこの世に縛られている。リーが声を震わせる。早く、彼らを解放しなければ。クーは魔法道具を取り出し、地面に魔法陣を描く。円は青白く輝き、亡霊たちに向かって拡大していった。その瞬間、ノンの剣に冷たい手が触れた。霊気が体全体を凍りつかせる。寒いなんだ。この冷たさは、ひるむな。あいつらは幻影だ。ノンは剣を振り払うが、亡霊は次々と増えていく。切り裂いても新たな霊が現れ、三人を取り囲んだ。リーは霊たちの目を見つめる。彼らの悲しみ、苦しみ、未練を止めているのは真実だ。事故の背後に何か隠されているのか。ノンは理解した。異様な怨念を放つ霊が現れた。濃密な闇に包まれ、圧倒的な存在感。あいつか、あれが全てを操っている。クール、リー、奴をどうにかしないと。リーが霊たちの苦しみを読み取る中、クーは呪文を唱え始めた。低く響く声が霊たちのうめきと重なり、亡霊たちは苦しそうにひざまずくが、消えない。まだ足りない。クーは言った。もっと強力な何かが支配している。事故はただの事故じゃなかった。彼らの死は計画的なもの。誰かが意図的に。リーが続ける。なんだと。ノンは異常な霊に目を向ける。憎悪と狂気が渦巻く目。事故を引き起こしたもの、彼だ。彼の魂が他の霊たちを操っている。奴を倒さなければ全ては終わらない。ノンは剣を構え突き進む。亡霊たちが彼を止めようとするが、決意は揺るがない。霊は低くうなり襲いかかる。霊気が視界を閉ざす。しかしノンの剣は迷わず霊を貫いた。冷たい感覚が消え、静寂が戻る。これで終わったのか。ノンがつぶやく。クーは魔法陣を閉じ、リーも霊たちの気配が消えたことを感じ取る。彼らはようやく解放されたわ。トンネルの外へと歩き出し、夜明けの光が彼らを迎えた。しかし、リーはまだ引っかかるものを感じていた。これで全てが終わったわけじゃない。もっと恐ろしいものが奥底に潜んでいる気がする。ノンはうなずく。そうかもしれない。だが、今夜は彼らを解放できた。それだけでも一歩前進だ。クーは空を見上げた。世界にはまだ多くの怨念が残っている。俺たちの旅は続く。ええ。私たちにはまだやるべきことがある。リーは微笑んだ。三人は新たな使命に向かって歩き出した。背後にはまだ何かが残っている気配が漂っていたが、彼らは前を向いて進んでいった。最後までご視聴ありがとうございました。次回もさらにゾッとする心霊スポットや恐怖体験をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。怖い話がまだまだ見たい方は、高評価もお忘れなく。それでは、おやすみなさい。いい悪夢を。